ぜひ楽しみにしていてください。前座、そう、前座でございます。でも言うて多分30分ぐらいの配信になると思うので、多分2時間、いつもねだって1時間ぐらいなんか配信してるような気するけど、今回は1時間もなく30分ぐらいで終わるみたいなので、ぜひよかったら遊びに来てください。また行き散らかしてますね。なんかさっきもさ、イケメンってコメント来てたけどさ、今日イケメンじゃなくない？ワンピース着ちゃってるんだけど、なんでだろう。おリボンもつけちゃってるイヤリングもつけちゃってるんだけど、これでもイケメン？にぎやかだね。そうだね、他の方もいらっしゃるので、このスタジオがキャップじゃないって単純だなキャップかぶってる人はみんなイケメンになるの？確かに賑やかだ。今日朝ゆっくりできた。ゆっくりできた、めっちゃ。あのさ、ポケモンのさ、大西最近そのやつ、なんか睡眠のやつ測るアプリがあるんですよ。ポケスリープってやつ。そう、ポケモンスリープか。で、大西いつもそのなんかそれってなんかその寝てる時のなんか質みたいなのを測ってくれたりするんですよ。なんかこのなんかこういうなんか表で、今どのぐらいの睡眠の深さですみたいなグラフみたいなんで表してくれるんだけど、で大西はいつもなんか何だったかな、なんか3種類種類があるんですよ。なんちゃら 4種類ぐらいかな。なんかぐっすりタイプとすやすやタイプ、あ、すやすや、そう、すやすやタイプとうとうとタイプと、もう一個なんかどれでもないみたいなやつがあるんですけど、そう、その4種類があって、もしはいつもそのうとうとなんですよ。うとうとかすやすやのやつで、そうだから割とこう浅めのやつ、浅めの睡眠をいつもとってるみたいなんですけど、でも今日はグラフがあのいて、こう下に行くごとにこうぐっすりの深い睡眠なんだけど、今日はマジでツードンドンドドドドンズンって、そうなの、ぐっすりだったの今日は。完全に嬉しかった、目覚めてからそれを見て、今日おいしめっちゃ寝れたんだと思って。そうなの、睡眠の質良かった今日。ただちょっと寝すぎて10時間半ぐらい今日寝たんですよ、睡眠時間。今日は朝ゆっくりだったから。で、昨日も割とめっちゃ早く寝たんですよ。そう、12時過ぎ、もう洗濯物機能干して歯磨いて、12時半までには多分寝てたから。そうなの、10時間半ぐらい寝て、だから最高でした、いっぱい寝たけどね、なかなか起き上がれなかった。逆にまだ眠いんじゃないこれっていうのがずっと朝は続いて、寝すぎて眠いタイプ。でも幸せでした。
前中寝れる時にね寝とかないとね、もう持たないからね。それが大西のモチベになってくるんで今後。体調良さそうで何よりありがとう。みんなも本当に体調気をつけてね、まあ、気をつけようがないものもいっぱいあるからね、何とも言えないんだけど、なるべくいっぱいご飯食べて、いっぱい飲み物飲んで、いっぱい寝てください。ももちゃん帽子珍しいって。本当毎日かぶってるんだけどね、ショールームでかぶるのが珍しいっていうあれだよね多分。夏も終わるね。夏まだ終わんないんじゃない？まだまだ暑そうじゃない？ねえ、今日もめちゃめちゃムシムシ暑かった。ねえ、早く秋が来たらいいのにねって。ねー、秋が来ればいいんだけどね。今年もな、もう1週間とかで終わっちゃいそう、秋っていう季節が。残暑の残とはって、だって昔だったらもうさ暑くなかったんでしょ。わかんない、だって9月入ったら残暑って感じだったんだよね。9月で10月に向けてだんだん涼しくなっていくみたいなさ、残ってるとかじゃないもん、現役だもんね。なんか暑さが、いやーね、もう。いやでもね、お虫は冬が嫌いなので、嫌いというか苦手なので、虫は暑いのは別に全然いいんですけど、だから今でいい、別に冬来なくていい派の人間なので。あ、星の王子様振り返り決まったね。そうなんです、あの本当に申し訳ございませんでした。11月にあの朗読劇星の王子様がもうあのそう延期になった日が決まったので、よかったらチェックよろしくお願いします。本当に申し訳ない、私も今元気になったので、よろしくお願いします。ごめんね、本当に。元気になれたからいいんだよ、それがおたくの幸せ。なんて優しいの、ありがとう。でもね、私はちょっと体調崩しちゃって延期にさせてしまったので、もしかしたらこのね、この夏の期間だったから来れたっていう方も多分いらっしゃったと思うので、本当に申し訳ないです。ぜひあの来れる方はよかったら来てください。本当に
もうなマジで去年と全く同じ、なんなら日ぐらいにさ体調崩して、もう本当にびっくりしちゃう。夏気をつけなきゃマジで。今後体調崩しやすいよねって、やっぱみんなもそうなのかな。夏風邪とか言うぐらいだもんね。スケジュール組まれてるのかな風邪の体調崩すスケジュールも組まれてるのかな。しで来年ももう7月の20何日とかも気をつけなきゃ。ね、気をつけてるつもりなんだけどね、やっぱ難しいよねこのお仕事。まあなんだろう、お仕事してると難しいよね。単純にどの仕事とか分かんないけど、大西たちはずっとマスクをしている感じでは、まあでも最近マスクもね別に決まりじゃなくなったからね。大西も街とか歩いてる時とかはマスク取ったりとかもしてるから、暑いから。いや難しいよね。ネニーアイドルと結婚します。ネニー入っちゃった。そうなの、おめでとう。決定事項、決定した、アイドルと結婚するの、おめでとう。おめでとうございます。どの子だろうね、どのアイドルさんなんだろう。おめでとう。推しメンと結婚できた、おいじゃん、おめでとう。大西さんもさっさと結婚して、それはどの立場から言ってるのそのさ、大西さんもさっさと結婚してっていうのはさ、どの立場それはファンの立ち位置から言ってるのかなそれとも人として言ってくれてるのかな、どうなんだろうかどうなんだろうかね、その辺は子供がいても全くおかしくない年ではあるって。いやまあそれはそう、だって大西のママはもう産んでるもん。大西と同い年の時にもう私のことも産んでるんじゃないかな。お兄ちゃん、大西お兄ちゃんいるんだけど、お兄ちゃんのことも産んでるし、私のことももう産んでる年だから、まあそれはそうだよねっていう。ね、うん、同級生はどうって、あ、いやでも同級生なんかもう、いや分かんない、おじは奈良県だから分かんない。あ、ちょっと待って、ありがとう、15分経った。おいしい、ちょっとそろそろね打ち合わせの時間が意外と近づいてきてて、そう案外もうすぐだった。ランキングの方ちょっと読んでいくね、今からすいませんね。ではでは1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位ラムチャさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がヨンチャンドユーモモチー大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がキョイさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして、5位がユーナミネギスケさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がタカヒロアットマークオメグダムシーさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がアックン、ありがとうございます、イエイ。そして11位が黒柴のりこてんさん、ありがとうございます、イエイ。
そして12位がコーヒーレンさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がお豆さん、ありがとうございます、イエイ。ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ということで、この後はですね、AKB48 の公式のショールームにて、武道館とかの話をしていきたいと思いますので、よかったらそちらも引き続きご覧ください。ということで、この辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆様の好きな、皆さんの好きな色は何ですか？急に丁寧になっちゃった。でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では行ってきます。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。